ヨーゼフ・クリー・フーバーは、オーストリアの版画家、画家である。19世紀前半のオーストリアで人気のある、肖像画家になり、生涯で3000点以上の有力者の肖像が、肖像版画を描いた。ウィーンで生まれた。13歳で、ウィーン美術アカデミーに入学し、絵画を、フーベルト・マウラーに学んだ。1818 18年から、ポーランド・リトアニアの上級貴族、 サングシュコケの子息の絵の教師として、ポーランドで働いた。1821年にウィーンに戻り、マティアス・トレンチェンスキーがウィーンに設立した美術出版社などで版画家として働き、学士や生活費を稼いだ。1826年から独自のスタイルの肖像版画を制作し、その後の数十年間、ウィーンで最も人気があり、収入の多い肖像画家になった。 人気の理由は男性は実際より立派に描き女性はより美しく描いたことだったとされる1860年にフランツ・ヨーゼフ勲章を受勲した最初の画家になった写真技術の発展によって晩年は肖像画肖像版画の仕事は減り苦しい生活を強いられることになったウィーンで没した作品は オーストリア国立図書館の出版コレクションや肖像画コレクションなどに収蔵されている。ありがとうございます。